大丈夫ない2回目の天井でございます。やりました4というのを記録できました。ただいまの時間は1時、開店から3時間でようやく投資37本初バズるスクタイムでございます。セクシーだね。やっぱ面白いな、キズナな。なあ。やっぱ傷が面白いわ。やる。やっぱ面白いよな、傷だね。もう今本当どこからこげるのよ。ドラマ？ドラマ的な。やっぱ面白い。あるね、存在あるね。やっぱ最初の赤銅色はあれはやっぱね、本当に頑張ってこの子が出してきたサインだったわけですよ、ね、それを見逃さなかった俺ですよ、あそこで本来であればですよ、500ゲーム自力天井、2代目の300ゲームから打ち始めたい、まあ、赤天井って似てる、心折れるとこですよ。やっぱね、やっぱただもんじゃないよね、しんのすけね。どうでしょう、あっこやっぱね、マジックチャンス確定、狙い中か、よろしくお考えいたします。どうでしょう、さあ6ドル出しちゃおっかな。てか出したことないんだけどあの今余裕ぶっこいては打ってますけど、寸風は良い確定じゃないですから、気をつけてください。ちょっと雰囲気良くないんで今のところね、危ないね、これ危ない。お前ふざけんな、折れてんだから当たれよ。よし、よし、この前まあまあ展開良くてテーブルも良かったんでしょうね、ほんと展開良くて出たんですよ、投資2000円ぐらいで。で本当同色なんかもバンバン来てて、でなんか踏み落ちないところが青先行してて、後半青が追いついてきて、しまいに青の同色とかパンパンパンって3発ぐらい出てきて、で
ラループとか引っ掛けたんで設定どこあるの？てかもうもはや設定わかんないし、ただ一つ言えることがジャックチェリーが80分の1とかだったんですよ。参戦ゲーム近く回して、それで終わって事務所挨拶行って、あの総額のためにちょっと教えてもらって、あれ元か使うんですかって言ったら、ごめんなさい1なんです。で1だやっぱ弱者だなってそこで改めて思いました。だから6で39分の1、1で44分の1、たかだかブンブンにして5しか変わんない。だけどやっぱユニバ系の台っていうのは、まあ窓か何か僕詳しくないですけど、それもそうだし、アステカなんかもそうですし、そんなもん、あとなんかある、まあ、そんなもんか、まあとりあえず役者当てにしていいのかなっていう印象ですね。41% 外したね。このだから子役公開の食いつきとかも長いでしょ。今がちょっといいよ、素人感を演出できたんだよね、カジュアルに、うん、ちょうどその子役公開がついたところで慌ててお尻をミスしちゃった。あ、こいつ素人だな、ね、あれあれセクシーやる。熱いぜ。あるよ、あれがあるよ。今僕が打ってる台の右隣があるんですよ、見てると弱者のうち半端ないし AT 感でもはまんないし、でまあ1台、まあ11台が1列なんですよね、ミクちゃんダイヤここの店は。11台中に3台の6かなっていう予想はしてる中で、1台目も右がそうだったんですよね。でこの移動した台も右がそうで、6っぽい台が並んでるかっていうと、これだけやっぱり11台の列が4列あるお店ですので、やっぱり並べるよりは散らすのかなっていうところで、ちょっとこっち側の今座ろう移動しようとしてる列は結構出玉感が一番ある列なんですよね。今打ってる台は4はあるけど6はどうかなっていう中で打ってるので、
これは挑戦しなきゃダメですね。負けてますから。はい。移動します。移動します。開いてますね。急げ急げ。はい、こちら現場でございます。3台目に移動してまいりました。1台目はもううんこみたいなのか、2台目は、まあ、最初ちょっと1台目の流れがあってはあんまり良くなく天井行っちゃいましたけども、その後はまあまあ距離も食いつきよく、初当たりも食いつきよく、挙動もよく、まあ、4はありそうだなっていう台だったんですが、あこちら、あーデータだけもう一回確認しましょう。まあ、ちょっと分かる。スランプで言うと、ちょっと最初生まれて、1回、3回、2回ってはまって、4回目の雪圧あたりから、バーって、3000枚出た台です。ね、はい、そんな台。ちょっとケーキが、その3000枚出たケーキが分かんないですけれども、37本使ってますんで、勝負いかないことにはこれはダメです。さっきまで降格だったんだよ。そうか、多分負けてねえけど、これ嬉しい。そうね、あれやっぱ右隣に毒っぽいのがいるからちょっと気持ち悪い。で、まあこれなんですけれども、バジルスクーチャンス BC 十七回、まあまあ当たってますね。 ATおいで、見るとですね、初当たり結構してるんですよ。ここ BC で4回ハマって AT 単発で、その前が、ここで連してるんですよね。だけど338の後、ここも初当たりだし、だから AT の初当たりが、3、4
も4回はしてる台で、1回500ゲームハマり食らってるんですけど、500ゲームハマりね、だけどグラフを見ると、1000枚と負けてないんですよね、この台500ゲームハマりを食らってるのか、ここは多分500ゲームハマりなんですけど、にもかかわらず1000枚ハマり、まあ要は本当に揉まれてる台っていう感じでございます。はい、打ってきます。はい、正確で4回目。これはちょっといろいろと突っ込みどころがある感じですけどね。バイブレーションをいただきました。さあ、1橋目60ゲームで赤同色が来ましたよ。ここはちょっと同日揃いをするっていう意味での善之助やな。ゼクトル、やったよ俺、やったべ、もう、これちょっと来てんだろこの台、もう、どうだろう、どうだろう。いや、今日初めての歌ですよ。Come on.
ぞ。さあ怒涛の赤同士、あ、まあこれは今チャンネルからだったけど、赤同色3連あーやべ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 、勢い余っちゃったよ。もうこの投票はちょっと分かんない感じ。赤3連発そして抜群の弱者確率。
2ベル。ああ危ない危ない危ない。さあついにその時が来るのかな。俺ね、今年一番手応えあるこの台、格じゃねえけど、やったの。まあ一応な、うんこ足しそうだよな。だからバー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 初めてですよ。はい、いう感じですね。まあ待望のベルさんは出ませんでしたけれども、設定力を積もるというのを目標に頑張ってきたこれからの絆、レル6、死後の確定が出ました。この台で、打った台数え切れないぐらいですけど、シムシの方はともかくお疲れ様でした。さあ散々やってきましたこれからの絆、いつの頃からか気づいたらですね、6を積もるのを目標に頑張ってきたという感じで、まあ来る日も来る日も積もれない毎回でですね、基本ミクちゃんガイアアリーナ展というところを舞台にやってたんですけれども、今回ミクちゃんガイアジョイパック展加古川というところでついにやりましたね。六角は出ませんでした。3ベル残りベル残り残り3回での四順ベルでの告知というのは六角なんですけど、これ出ませんでしたけども、四五郎が確定する残り6回四順ベルのナビ回数っていうところでゼロ四五郎が確定して、で勝てて加えて、弱シェリーの出現率が900円回して30分の1で、もうずーっとモードシーな感じで、チャンス名1回しか引いてないですけども、そこでもきっちり上がりきって、で BC の種類ですよね、3連続同色赤7、あ同色赤 BC を引き取るんですよ、3連続ですよ、で青 BC 青 BC で全部で12回ぐらい BC 引いたんですけども、同色の方が多いという、もうゴリッゴリの6でいいと思います。はい、でまあミクちゃんこのお店ですね、ジョイパック店ですけれども、
11台列が4列あって、で11台中3台が当たりみたいな雰囲気で、今までやってたみたいですけど、ちょうど僕が最後にいた列も僕の台と左2つ隣、いや3つ隣で右3つ隣、まあちょうどいい具合に、あ6だなっていうのが見えててね、はい。で収支的な結果ですけれども、37本投資して12本回収、25本マイナーですけども全然オーライですね。一応大移動が実数4台、まあ5回移動して、で最終的にしっかりと積もれたっていうところでは、ちゃんと使ってる店であれば積もれる、これを立証できたっていうところがやっぱり大きいと思います。で今後これからの絆ですね、6を使ってる店確かにあるんですけれども、絆の餌付けという言い方悪いですけれども、住んでいるこの状況下でにおいては24回しっていうところが増えてますね。で6の本数は絶対的に少ないっていうところがやっぱ多いですから、きっちりとその6っていうところを追い求めてですね、これからの絆付き合ってもらえたらなと。いいこと言うな俺な、負けてるくせにはい、いう感じでこれからの絆、今回で最終回でございます。次回からは新展開迎えますんでですね、楽しみに。そしてミクちゃんですけれども、いろいろとその祭り事が非常にもてはやされているっていうところでは、日本で屈指の大手チェーン店が自粛っていうのを追いかけてですね、9月からちょっとそういう祭り事を、祭事ごとを控えるっていうことで、今回が最初で最後っていうところで、まあいい感じじゃないですかね。ミクシャンでこれからの絆始まって、ミクシャンで終われるっていうのはね、またちょっと復活した時にはですね、やっぱりそのあんまり煽りすぎてユーザーがわけわかんなくなってもしょうがないっていうところの考え方もあると思いますんでですね、きっちりといい店探して皆さんで絆楽しんでもらえたらなと。僕もまだ打ちますんで、はい、ありがとうございました。